キアト氏は、モンゴル部のボルジギン氏族から分かれた一氏族で、カブルカンに始まる、氏族集団。キアトというのは、キャンの複数形であり、その意味は、本流を意味する。チンギスカンの一族であるキアト・ボルジギン氏は、その一氏族である。カブルカンの一族が、キアト氏を名乗る遥か以前から、キャンの名は存在した。伝承によると、以下のように記されている。モンゴル族は文字を知らず、 その祖先の名と諸部族の史実を口頭で語り伝えた。この伝説によると、チンギスカンの生誕よりも2000年前、モンゴル族はタルタリーの他の民族によって征服され、皆殺しにされたことがあった。この際、殺戮を免れたのは二人の男子と二人の女だけで、彼らはエルゲネ君と呼ばれる山脈によって取り囲まれた、ある地方へ避難したが、エルゲネ君とは、 険しい岩壁という意味である。地味肥沃なこの地方において、ヌクズとキャンと呼ばれる二組の避難者の公営は、急速な勢いで増加し、諸部族に分かれた。切り立つ岩壁の境界内に閉じ込められ、全く身動きのできなかった、この民衆は、ここから脱出する策を講じた。彼らにはこの山脈中の一山から鉄工を採掘する監修があったが、そこに帯正しく、木材を積み、 火をつけ、七十個の不意語で火星を煽り、高校を妖怪させ、この新しい民族のために通路を開いた。チンギスカンの光栄である、モンゴル朝の帝王たちはこの事件を強くして、祭典を行った。すなわち、新年の前夜に、鍛冶屋たちは、皇帝の面前で灼熱した鉄を鍛え、一同は厳粛に上帝に感謝するのである。これが、モンゴル民族の起源であって、 モンゴルとは素朴で脆弱という意味である。ラシードッティーン、シューシュトゥルクモンゴル諸部族史古の伝承は、特決の思想説話にも似ているが、県庁必死その他のモンゴル史料に見られない、独特な記事である。このモンゴル民族の祖先たちが、エルゲネ君山脈から出て、幾多の士族に分かれていくのであるが、次第に、キャンという名称は廃絶され、忘れ去られていった。しかし、 カブルカンが全モンゴル民族を統一すると、その子孫たちは古伝承にちなんで、キャンという栄誉ある種を名乗って、多くの子族集団を作り、結束してキアトと称すようになった。その一方、同族のチャーラカイリンクーの一族は、ネグス氏と称し、その孫アンバガイカンがモンゴル部の官として変わったが、彼の系統は、 タイチウと称して、キア都市とタイチウトの二つの種族が、ボルジギン種族の二大種族となり、三代にわたって、モンゴルの関位を独占した。カブルカンから始まるキア都市の系図と、アンバガイカンから始まるタイチウトの系図カブルカンに、始まったキア都市は、さらに幾多の種族に分かれていった。ありがとうございます。